の夢人による夢人のための情報番組、土曜朝の気分はウェウェー、ママ的なね、カムリヒラです。よろしくお願いします。お願いします。はい、今日は10月の12日です。はい、はい、1012はい、はい、さあ今日はどんな日なんでしょうか。はい、ママシンさんの今日は生日 PR の日の、no no、俺やってたよ仕事。おう、そうなんですか。そうそうそう、はい、そんな PR ですが、はい、日付は、はい、みんなよく聞いてね、うん、PR の、はい、P には、はい、数字の1と0が1と0な、お P やな、お R が1と2 12が隠れてる。これなんかすごい斜めになってて、これういーんっていう見えなくてるよ隠れてるやんってすごいな、その感性ことから、で、広報と PR の仕事の重要性を広く知ってもらうことが目的で制定されました。はい、こんな無理くりな語呂合初めて見たよ。すごいな、びっくりした、こんなにいやいやもうなんかあのほらフランク・ミラーのなんか文字盤みたいやん、なんかこんな、なんかすごい悲しい。お仕事したんですね。いや、そうだからね、うん、僕もともと一番最初に着いた会社、あの入社したのは、あの大学卒業してすぐね、入社したのが、あのいわゆる広告の企画制作会社っていうのに、一応出版社系やったから、うん、パンフレットとかね、うん、チラシとかそういうのがメインだったんだけど、うん、そういうのやってたんですよ。だから、例えば学生さんがさ、うんうん、会社に入りたいなと思って応募した時に、うん、その学生さんに分かりやすく伝えるための会社案内パンフレットとか、あるいは、企業がお客さんに対して、うん、うちの会社こんな会社なんですっていうのをお知らせするための、会社案内パンフレットとか、そういうのを作ってたんやけど、今やもうほとんどホームページとかで終わってるんで、多分印刷物がほとんどないかもしれないね、今は。なるほどね。多分どうなんやろな。分かりやすいんやけどね、紙でこうにまとめられるから。でもさ、それってさ、その紙をどうやって手渡すかってことじゃない。だから、まあ、あの就職箔とかさ、最近はあったりとかもするし、あのなんかね、企業がブース出してて、すごい学生さん来てとかいうときは、はい、じゃあこれ、うちの資料ですって渡したりもするけど、結局さ、今の世の中ってさ、なんか荷物になるものを渡されるの嫌がったりとかするやん。だから、あのパンフレットみたいな、だからあの QR コードをあの上げるから、これでちょっと読み取っといてみたいな感じに、大概今なってるんちゃうかなと思うんですけどね。変わってきてますね、PR の仕方が。はい、そしてもう一つですね、はい、豆乳の日。どはい、東京都千代田区二番町に事務局を置き、豆乳についての広報活動や豆乳資格検定試験などを実施している日本豆乳協会が2008年に設定しました。日付は10月は国民の祝日、体育の日、今はスポーツの日と言われてますが、もうそれもあり、健康や体のケアに気をつける月であることから、うん、と12日は豆乳、これも選ぶりくりやったという語呂合わせから来ております。語呂合わせ大好きでございます。で、まあ、豆乳を飲み続けることで体の中から美しさを引き出してもらい、豆乳市場の活性化を図ることが目的です。で、この日を記念して10月中に学校行事として体育祭やスポーツイベントを実施する学校を対象に、学校に在籍する生徒人数分の豆乳を提供して、マジでスポーツと豆乳キャンペーンみたいなのをやってたりする。嘘、俺なんか高校生やったらそんなの応募してもらいたい、うん、一応でも全国の高校が高等学校対象なんで、すごいや、前から多分みんな豆乳もらってる。マジか、すげえな。まあそれで、まあ豆乳の良質な植物性タンパク質で筋肉や骨をより丈夫にしてもらおうという考えでやっているタイプ。すごいね、豆乳大好き。豆乳結構好き。おお、あの無調整も飲むし、うん、甘いやつも飲むし、甘いのも飲めるし甘くないやつも飲む。今のなんかコーヒー味とかでこう飲みやすいのもいっぱいあるもんね。俺実は小さい時から麦芽コーヒー、うんうんうん、あのあれね、ちゃうよ、コーヒーじゃないね、あれ、うん、コーヒー味のコーヒーじゃないね、あのいわゆる簡単に言うと豆乳に麦茶混ぜたんだ、ね、うん、それで麦なの、うん、そうそうそう、で、今度は茶色なの、うんうん、コ
コーヒー風。そうそうそう。でそこにあの、まあ、要は甘いのを入れてあって、うんうんうん、味を調整してあるんですけど。なるほど、ね。これでも昔やったことあるもん。あのイフェ。いやいや、だから麦茶をあのきゅそう牛乳に麦茶入れたら、うわあのコーヒーみたいになったって飲んでたことあんねんけど。おお、まさしく。まさか豆乳バージョンのあれやったっていうのはだいぶ後になってました。あ、なるほどね。はい。はい、そう、まあ、そう、もうね、あの大好きすぎて買い物行くやろ、うん、で奥さんが買い物かもって、うんうん、シュッと行く。いつ気づくそれ、うん、あの、レジ終わったと何か入ってる。シランプリシランプリシランプリ私もよくするから、ね、なんだよな、あ、入った入った入った言いながら、買って、うん、その場で飲んでます。まあでもそういうね、なんかまあ人はそれぞれまあ好きな味、苦手な味で、私もあんまり得意な味ではないから、うん、やけどお酢入れて飲んで健康のためにというか、はいはい、女性ホルモンもね活発になるっていうから、うん、それで飲んだりはしてるので、最近はでもね、あのプロテインとかで、うん、あのプロテイン飲むためにあの水じゃなく牛乳じゃなく、うん、牛乳もね人間の体にいいか悪いかっていうところが諸説あるので、うん、あの豆乳の方がいいっていうことで飲みやすいかもしれない。そうそうそう、あでね、であの豆乳入れて豆乳で飲んでる人もいれば、もう一個言うとあの、プロテイン自体が、うん、もうあの大豆タンパクを元にして作ってる、うんうんうん、あの、動物性タンパク質じゃなくて植物性のタンパク質で作ってるやつとかもあるんで、それで削いで飲むと余計濃い味になるから、うん、すごく美味しくなるんですね。10月はなんか健康月間みたいな感じみたいなので、はいはいはい、皆さんね、はい、健康に過ごしていきましょうか。はい、はい、以上です。ありがとうございました。はい、では次行きたいと思います、はい、シネマどんぶり、はい、はい、さて、今週はですね、うん、映画シマネコ、はい、という映画です。あのね、猫が主人公なんだけど猫出てこないんですよ。どういうこと、どういうこと、どういうこと。猫が主人公なんだけど猫出てこないと、あのそういう作品なんですが、これもう監督がですね、もう世界初ですって言ってます。世界初です。なるほど。こういう映画はありません言い切ってるんですけど、どんな監督かはインタビューを見てください。もうインタビューの中で僕も喋ってるんで、あのもうあえて誰かは言いません。はい、はい、まあ、て言いながら、て言いながら、あの、あれね、出てんねんけど、そう、出てんねんけど、もう名前出てんねんけど、あの、あえてもう僕から言わないので、はい、見てください、はい、はい、ということで、シマネコのインタビューです。シネマどんぶり。海の向こうにお日様が沈まない国があるって聞いた。幸せしかないというその世界へ行きたい。また証拠にもなくこの泥棒ネコ。もういや、俺のことだけもう一度信じてくんないか。だからにゃんだ、それがどうした、しっぽパタパタ、へそてんで日向ぼっこだ。はい、それでは、今日はですね、なんと2週連続で、今関監督にインタビューさせていただくんですが、今日はですね、映画シマネコという、作品になります。監督よろしくお願いします。よろしくお願いします。まずこのシマネコですね、はこれ劇映画ですね。前回はドキュメンタリーだったんですけど、今回劇映画で、はい、どういった内容の作品なのか簡単にご説明お願いします。猫ちゃん3匹がですね、これも野良猫っていうか捨てられたペットの猫なんですが、島に住んでいて、まあ、自分がいろんなこう、まあ、虐待を受けたりいろんな形でそこの島にいることになってしまったんですけども、その猫ちゃんたちを本物の猫じゃなくて女の子擬人化して描いてみよう、ペットっていうか野良猫の哀愁というか悲しさとかなんかその辺も描きたいと思っていて、でも猫ちゃんだけだとストーリーとして成立しないので、実際に人間、大人の人間で李十五さんとか佐伯ひな子さん、大島ハコさんとか、その人間たち、元飼い主や人間たちとの交流も含めた猫ちゃんたちのなんか悲しい、かつちょっと切なくて可愛い物語にしています。一
きなりですね、始まるやいないや、もう猫語が始まるっていうところから。そうです。はい、なんていうと、世界初の猫語セリフだけの映画です。ナレーションとかね、一部ね、はいはい、セリフじゃないところは、はい、声、心の声みたいな人間語なんですけど、はい、それ以外は全部、にゃーとか、にゃーとか、かーっていうですね、猫語になってます。これね、アドリブでやってるんじゃないかっていう方もいらっしゃったんですけど、違います。全部セリフがあります。お、日本語と並列して猫語が書いてるんです。はい、お前どこ行ってたんだ、はい、うるせえな、あ、そんなこと言うなよ、あって全部書いてある、全部覚えてます。だから、あ、要するに、海外に行って全部英語とかイタリア語でお芝居するのと一緒です。はい、だからね、はい、それが一番大変だったかもしれない。いや、大変だったと思います。さあ、なんでそんな大変な映画を撮ろうと思ったんですか？僕ね、最初に実は瀬戸内の方で映画を撮らないかってちょっと誘致されまして、僕最近地方で映画を撮ることが多くて、まあ、鹿児島、岩手とかあるんですけど、じゃあ行ってみようってことで行ってみたんですね。街中、それから瀬戸内の島とかもいくつか見たんですけど、想定はね、最初におばあちゃんの映画いいのかなと、田舎の方でね、のんびりと。と思って行ったんですが、予想外にね、捨て猫、捨て犬が多くて、島に寄ってくるし、餌欲しくて、なんかね、それを見てたら、とてもなんかね、切なくなっちゃって、異常に多いんですよ、はっきり。うん、釣り場だとお魚が余ったりして捨てていく方もいらっしゃるんで、はい、そこだったら餌があるだろうみたいな気分で捨ててっちゃってると思うんですね、猫、犬。うんうん、まあ、東京でも江ノ島の方なんかも多いんですけど、ステイン捨ててると思う、はい。なんかね、それ見てたらね、おばあちゃんの映画を今やるというよりは、この猫ちゃん、捨て猫、捨て犬たちをメインにした映画今撮った方がいいな。この気分は、今の気分、なんかこの切ない気分が熱いうちに撮らなくちゃと思って、なんと、イエンさんの映画から2ヶ月も経たないで島猫クランクインしてます。いや、本当に、もうありえないスピードですよね、それね。はい。だから東京でも2本立てっていうか、はい、新宿刑事までやったんですが、はいはい、同じ映画館で僕の映画の新作が同時にかかってるという異常な状態でした。いや、異常な状態ですよね、本当にね。まあ、それは大阪でも同じくなんですが。そうなんですよね、はいはい。これがですね、すごいなと思うのが、その、まあ、リジュゴーさんも佐伯ひな子さんも大島さんとかもそうなんですけど、よくこの3人その2ヶ月っていうか、その短い期間で抑えれたなっていう。あのね、撮りたいなと思って、まあ、猫ちゃんはまあ若い子たちで行こうと思って、はいはい、なんとなくファーッと浮かんだんですけど、はい、僕ワークショップとかいろんなところで事務所があったりもしますので、はい、大人に関してはね、あっと思ったのは、まあ、リジュー君しかり、まあ、佐伯さんしかり、大島ハコさんしかり、よくね、映画と関係ない雑談でよく猫の話するんです。保護猫、捨てられた猫預かってるんだって、また増えちゃった、子供増えちゃったとか、よくね、雑談で話してたんで、うん、猫好きなんです、この3人は。彼らの顔が浮かんで、もちろん、青杉ラオや釜石ラーメンでも出ていただいてるんで、はいはいはい、まあ、パッと電話して、すいません、今度ね、猫の映画撮るんだけど、出てくんないって、あ、猫、あ、出る出るって言って、すぐ決まりました。はい、まあ後から事務所には連絡して、事務所からちょっとこうね、あの先のうちに通してほしかったなとか言われたりもしましたが、そのスケジュール歩きで8月の末から9月の頭にかけて撮影するってことで急遽動きました、はい、体力もすごいなと思うんですけど、その2ヶ月後にまた。そうです。だから、キャスティングはね、猫ちゃんたちのむしろ苦しくて、なかなか決まんなくて、はい、あっちゃこっちゃ、はい、それこそ関西、京都や大阪や、いろいろ東京行ったり来たりとかして、はい、いろんな子たちもあって、はい、2人決まってるけど、もう1匹がなかなか決まんなくて大変で、ね、僕、肺炎になったりしました。肺炎ってことで、2日間ぐらいね、寝込んじゃいましたけど、まあ、動けますけど、はい、寝込んでて、大変でした、はい。で、肺炎から復活した、2日後に、そうです。3円直って2日3日後には撮影地の、岡山県の北木島におりまして、はい、映画の中でね、猫ちゃんがちょっと溺れちゃうみたいなシーンがあって、はいはいはい、海に入らなくちゃいけないんです、カメラ、水中撮影。はいはいで、さあ撮ろうと思ったらカメラマンが、いや、僕ちょっと海苦手なんですよって急に言われたもんで、はい、僕が潜ってました。肺炎2日3日後に私は海の中で水中撮影をしておりました。いや、はい、元気っすね。まあでも映画好きなので、イエンさんの言ってくれ好きなので、はい、なんかちょっとマゾシティックなことが あっても結構快感なんで、はい、それはそれで乗り越えましたね。あ、すごいなと思いますけど、どうなんですか、それ島でずっと撮影ですよね、でもね。はいはいはい。これ島しか出てこないですね、映画の中で。そうです、そうです。島だけです。はい、まあ、北木島という駅、まあ、あの島です。ね、すごいその、まあ、瀬戸内の綺麗な海と、
その、はい、まあ、自然が映し出されていて、その中に監督 の、 あの後ろ側に出ている、そうですね、この3匹の可愛らしい猫たちが、チョコとココアとミントですね、はい、でこの3匹の引きこもごもが描かれているということで、はい、すごいあの映像的にも綺麗な、はい、そうで、なんかね、猫の映画で可愛い映画かと思いきや、結構ね、その野良猫たちの悲しい歴史が背景、はいはい、捨てられている歴史っていろんな理由があると思うんですね、はい、それ描いてるんで、意外とね、東京でも見た方は、ね、悲しすぎて結構泣けてきたっていう方もいっぱいいらっしゃいましたね。ただ現場はね、まあ、悲惨な設定の猫ちゃんたちなんですけど、現場は、ね、もちろん楽しくて、ちょっと面白いエピソードを言うと、猫ちゃんたち完全に猫語を覚えてます。これね、アドリブじゃなくて全部セリフが決まってますから、はい、英語を覚えるように猫語、うん、ニャーニャーニャー、うるさいなとか、うん、全部入ってますから、はい、じゃあこのシーン、ワンシーンちょっと一回通して撮るよ、あとでより撮るから一回通せよ、よい、はい、ニャーずっと始まるわけです、はいはい、途中で芝居止まっちゃったんですよ。あれおかしいの、なんだろうと思ったら、一匹の猫が振り返って、あのこの子ちょっとセリフ一個飛びました。え、どこ ?13 ページの行2行目のニャニャニャのニャ、あ、違います。その2つ前のニャーゴニャのとこです。あ、そうね、この、あ、分かった。じゃあ2行目のニャーゴニャのところからもう一回行こうかって言って、やりとりをしたのを覚えてて、スタッフはさすがに猫語完璧には入ってないので、はいはい、でも本人たちは完璧に入ってるから、はいはい、あるセリフを待ってるのに出てこないからリアクションできなくて、うん、そういう場面があったりもします。なるほど、なるほど。だから現場はね、妙な空気感です。にゃーにゃー飛び交ってます。すごいですよね。まあ、あとはその、まあなんでしょう、じゃれ合ってる時に、こう、走り回ってるところ、すごいですよね、あれね。僕、意外とね、まあ、リジュさん、あの最後の方に出てくるんですけど、追っかけてるあのシーンあるじゃないですか、はいはいはい、海岸線っていうか、ね、の道をずっと追っかけてるのを、はい、カメラがずっと追っかけてるんですけど、あのチョコ役の女の子がめちゃめちゃ足速いんですよ。そう、すごい。で、あれもまあ、もう時間ない映画ですから、もう走るだけだから、もうテストなんか走るよ、じゃ行くよ、よーい、どんどん走ったら、誰もがみんな想像しえないスピードだったので。リジューも焦って、リジューの後ろにいる女の子たちも焦って、すごい全速力で走って。いや、でもね、うん、あの子ね、B さんですからね。ですよね。でも、足長いんで、一歩が長いんで、異常に速かったです。ストライドがすごいなと思って。すごいです。いや、だから リジューさんも追っかける、うわ、めっちゃ大変そうに追っかけてると思って、はいはいはい、あのシーンは見ものなんで、僕はぜひそこを見てほしいなと思ってるんです。もちろんストーリーとは全然関係ないわけでもないけど、はいはい、勢いもあるし、うん、なかなか映画的な躍動感はあると思います。そうですね、はいはい。え、あれでも一発撮りですか？一発です。すげえ。一発です、はい、そろそろお時間になりましたので、はい、見てらっしゃる方に監督からメッセージをお願いいたします。まあ、ペット問題をね、仰々しくテーマにしてるわけではないんですけど、やっぱりなんかペットの存在ってちょっと切なくて悲しい部分もあって、もちろんめでて愛おしく思うべきものなんですが、でも現実とても捨てられている現実があって、世界的に見てもこんなにペットに対して規制が緩い国ってあんまないんですよ。許可証が必要だったり、どんな環境で育つかも調べないと飼えないとか、売り買いに関しても厳しいんですね、他国で。日本って簡単に売り買いしてますけど、なんかね、それが生んだちょっと悲劇として、犬や猫の捨て猫の問題もちょっと一応背景っていうかストーリーに盛り込んであります。とはいえ、実際擬人化した女の子たちが猫語を喋る面白さ、ちょっとアニメ的な部分もあるので、なんか可愛らしさと面白さと、でもちょっと切ない部分もありますが、ぜひ映画的な面白さに満ちた映画だと僕は思ってます。世界初の猫語セリフだけの映画を初めての客として体験してほしいです。よろしくお願いします。はい、ということで、映画島猫の、今関明義監督にインタビューさせていただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ということで、2週連続で、はい、今関監督のインタビューでございました。はい、あの一応ね、あのインタビューの時、あの中にはね、編集でちょっとカットしたんですけど、うん、あの本人にも言ってるんですけど、あの2週連続で、うん、あの同じ監督のインタビューになったことあるんです、うんうん、あの1個の映画のネタを2週に分けた、うんうん、ね、あのいろいろ盛り上がっていいことを言ってくれはったから2週に分けました、うんうん、それはあるんです。でも一週ごとで違うネタで、うん、あの連続で出たのはあなたが初めてですっていう話はさせてもらったんですけど、うん、もう一個あって、最後に、うん、
ね、ありがとうございました、うん、終わるじゃないですか、うん、俺あの時に、ね、一個だけ突っ込んだんですよ。なんて突っ込んだ？なんて突っ込んだ？英語について。いや、一番最後ということで今日は、うん、映画島猫の、今関明義監督にインタビューさせていただきました、どうもありがとうございました。でそれに対して今関監督が、うん、ありがとうございましたって答え合って、うん、で切った後で監督何じゃないんですねって何じゃないんですねって聞いた。なんて言ったの？何じゃないんですね。うん、だってこの映画何の映画？あ、猫語。そう最後ににゃー言うてくれへんかったやんって言って俺は言うてもほんまやね。俺きっと最後に監督が猫語でにゃー言うて終わってくれたら最高って感じだった。それわーっとにゃーちゃうやんって、うん、綺麗に終わっちゃったどうぞ言うて終わったもんね。いや、でその時にね、監督がなんて答えかった、うん、いや、一瞬言おうと思ったんだけど恥ずかしかったあんだけにゃーに言わせ、今関監督今更恥ずかしいとかあんねんやみたいなまあそんなことをね、はい、ちょっと言ってたんですけどね、はい、あんだけにゃー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 言わせといて自分恥ずかしいとはなんぞやまあ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 、それはね、軽い冗談というか、まあ、いやでもなんかちょいちょいこうほんまの猫ちゃんみたいな仕草というか、うん、はいはいはい、基本人間やからずっと立って歩いてってやってるけど、そう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 、こうすり寄って甘えるとかの時に、はいはいはい、猫って思って、ね、なんか表情まで撫でられてる時の顔とかがめっちゃ猫ちゃんやって、うんうんうん、多いのと思ってとか、猫やからに人間が言ってることをちゃんと理解しきれへんの、うんうんうん、こう感情やったりとか出てくるのも、はいはい、あ、確かに猫ちゃんならではの心境なのかな。ちゃんとね、吹き出しでね、こう、そうそうそう、ちなみにあれが面白かったね吹き出しでいろいろ教えてくれるの、そうそうそう、なんか新しい映画ですね。世界初やから本当世界初ですね、うん、にゃーっていうね、いろいろとやってると、まあまあそういう、映画ですので、ぜひですね、うん、皆さんも、見に行っていただきたいと思うんですが、これがですね、うん、なんとですね、はい、ゆんさんの、うん、仕事と、はい、同時上映じゃないんですよ、うん、でも公開日一緒なんです。なるほど、一緒なんです。だから、あ、しまった、これ前にやっちゃった。同じ日にじゃあ2本、そう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 、同時じゃないけど2本見れるよってことですね、うん、そうですそうです。だから、別々の料金にはなるんですけども、うんうんうん、10月19日土曜日から、シアターセブンにて、うんうん、2作品同時公開。なるほど、はい、まあ、多分つながる、こう連続になってると思うんで、うんうん、わざわざ分けたりはしないと思うんで、うんうん、両方見てもらうこともできるし、片方だけ見て帰るのもできるし、うんうんうん、感じにはなってるかと思います。はい、はい、まあ、ユンさんもまあそうなんですけど、この島猫もね、うん、今関節がもう爆発してる作品なので、うん、はい、今関監督がね、やっぱね、今関監督の、なんていうの、まあ、まあ、あの通りのキャラクターの方なので、うん、やっぱりね、僕いつも思うんですよ。監督、その監督にはその監督の、うんうん、特徴ってあるんで、うん、それは僕はいつも何々武士っていうのを言うんですけど、うん、今関武士ありますから、2作品見ると今関武士が炸裂してるところが多分見れたりとかするので、それ感じられたら面白いなっていうことですけどね、はい、ぜひ、映画島猫、うん、まあ、ユンさんも同時に公開してますので、うん、シアターセブンの方でご覧になっていただきたいと思います。はい、ということで、映画島猫、今関監督のインタビューでした。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、じゃあいきますよ。はい、はい、中之島映画祭情報です。せーの、西澤のさん、はい、お願いします。はい、西澤さん、はい、はい、今週はですね、うん、9月7日から募集開始している、はい、中之島映画祭なんですけども、はい、うん、まあ、ちょっとそこでちょっと問い合わせがありましてね、おうおうおう、そのことにちょっとお答えする意味でも、話してみたいな、はい、何かっていうか、自主映画とは何ぞやっていう、あ、そもそもね、そう、それほんまにその質問来たんだけど、自主映画って何なんですか。ちょっと違うのは、違うよ、はい、例えばですね、うんうん、応募された方から、うん、劇場公開している作品だけど構わないかっていうことであったりとか、かなり有名な
役者さんが出てるんですけど大丈夫でしょうかとか、そういう問い合わせがたまにあるんですよね、はいはい。でまあ、それにお答えする上で我々が用意している答えは、うん、あの中之島映画祭っていうのは5月の3、4、5に無料で、うん、見せておりますと、うん、お客さんにお金を取ることなく、したがってお金をお渡しすることが一切できませ ん、うん。でそれがいいという方なら OK です、はい、っていう括りに今はしてます、うん、はい。昔はね、あのプロが作ったのは自主映画とは言えないんじゃないかみたいなこともあったんですけど、うん、いやいやいや、プロの人が自主で作ってる作品は世の中今たくさんありますから、それを否定することはないだろうと、うん、いうことで、今はそういう形で、あの無料で公開しますが、それでもいいですかという問い合わせに答えて、いいって言うなったら OK です。なるほど、はい。だってあれですもんね、あの結構有名な話ですけど、若い時結構あの小栗旬の自主映画撮ってたからね、はい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 。それって実はあれなんですよ、あの吉田鋼太郎さん、ね、今やいろんなドラマにも出てるし、今映画もバンバン出てるんですけど、吉田鋼太郎さんは映像作品に出たことがなかった。もともとシェイクスピア劇の蜷川幸雄の一番弟子なんだな、とだからあの全然あのそういうの出たことなかったんですよ。で、ただ小栗旬と仲良くなったから、旬君が出てくんないって言ったら、じゃあやってみようかって出たんだけど、その時に小栗旬からあのそんなに大きい声出すんでもいいよって現代的にで、あの録音さんのことを信じてちっちゃい声でも拾ってくれるからさっていうのから、実は映像のことを学んできた人なんですね。だから自主映画出てるんですよ、人たち。そうそうそう、まあ、そういうことか。まあそういうね、自主映画っていうのは今はすごく幅が広くなってきてるなっていうのがあるんですね、うんうんうん。で中にはですね、あの一応応募されて、うん、受け付けてて審査していう最中で、すいません、あの工業的な、権利的に、うん、あのちょっと難しくなってきたので辞退させてくださいっていう作品も何本かあります、うん。まあ、これね、あのその配給とかがつくとね、はい、そうですね、そうですね、はい。でまあ逆に配給会社が喜んでやってくれるとこもあります。そう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 、はい。会社やったらダメっていう意味ではないんで、うんうん、そうそうそう、だから、はい、まあ、一応ね、その中之島映画祭入選作品っていう肩書き欲しかったりとかする場合もあるし、そういうので OK する配給会社もあるんだけど、お金の権利の問題があるから、無料上映は困るとか、そうです、何本もらわれへんねやりたくないみたいな話になる場合があるんですよね、はい。でそれが制作者側と興行配給が、うん、的な考え方の違いがあったりして、うん、ちょっとこう入れ違いがあると、もうあの辞退します、うん、申し込んだけど辞退させてくださいっていうことがあるんだろうなっていう、なるほどね、はい、ありますね、うん。まあ今はね、本当ね、自主映画って何なのって昔はなんか明確な差があったような気がするんですけど、うん、今本当に分かんないですからね、うん。一般映画と、これ一般映画とどうちゃうのって多分分からない作品もたくさんあります、うん。はい、まあ、まあ、あの結構東京なんかそうなんですけど、うん、その変な話、あの普段、いわゆるその商業作品で、ライトやってます、照明やってますとか音声やってますっていう人がそのまま監督やってたりとかするんでね、うん、自主制作の世界で自分の撮りたいものを撮っている。そう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 、だからプロがその自分の、ね、領域を使って本当に撮ってたりとかするんで、はい、だからプロが撮ってるからクオリティもね、はい、プロクオリティが。で逆もあるんですよ、うん、全くその時にはその動画も何もついてなかった、相手も何もついてなかったけど、うん、後についたっていうのもあったりするので、はいはい、それはそれで何となく嬉しかったりもするし、うん、あのぜひね、あの中之島映画祭だけじゃなくて、はい、他のところ他の劇場でもぜひやってほしいなって、うん、僕はもう芯から思ってるんで、はいはい、でそれをあの一つのきっかけ、人がかりになればいいなっていうのがあるので、はい、だから大概のものは OK です、はいはい。ただまあ内容的にちょっと反射とかそういうのはちょっと、うん、でまあ、それはもう毎回毎回、うん、あの以前も話しましたけど、はい、審査員の方で検討させていただいております、うん、はいはい、そういう感じですので、あのご安心して、うん、あの
応募くださいませ、はい、お待ちしております。はい、12月7日が締め切りですね。はい、そうです。はい、はい、ということで長野市の映画祭、作品募集の方12月7日までやっておりますので、ぜひ、ご応募くださいということでした。はい、ありがとうございました。はい、それでは夢人情報でございます。はい、ひなちゃんは一緒かな。もう一緒なので割愛してもいいですか。いや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 、言おう言おう言うとこ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 。はい、10月27日日曜日、フェアリーテールズ大阪さんというところでブレイブゴーストさんの解散ライブがございます。15時半オープン、15時50分スタートで、前売りが2000円、当日が2500円となっています。ライブハウスなのでワンドリンクが別料金でかかるので2600円と3100円なのかな。はい、はい、そんな感じでございます。アイドルちゃんやシンガーなどいろんなカラーの歌を歌ってる人たちが見れるので、うん、ぜひ気になった方遊びに来てください。お願いします。本場所ですからね。本場所ですけども、ね、多分よくコンビニからアイドルちゃん出てきてみたいな。そう、ね、そうよくあるところです。まあまあ本場所歩いてたらほんまにあの、アイドル衣装着た人が歩いてるから、ね、そうそう、可愛い子たち歩いてるからどこも来ようって、はい、楽しかったですね。ぜひそういう意味でも、なかなか楽しい場所なので、うん、歩くだけでは、はい、はい、お願いします。はい、はい、そして続きまして、まあ、先週もこれもね、お伝えしたんですが、まだね日程的に、お伝えできる日程なんでお伝えしておくと、例の新、取り尽くし、はい、あてだしやきいも取り尽くし、はい、のまあ、作品ですね、映画取り尽くし島の、上映の方が、10月18日金曜日より京都出町さんですね、はい、そして、10月19日土曜より、神戸元町映画館にて、公開という形になりますので、京都神戸の方もしくは大阪で、見逃してしまったという方はですね、こちらに、見に行っていただければ、はい、小泉京子さんがね、取り尽くし島係というね、係をやっていてっていうお話なんですが、どんなお話かは2週前のやつを見て、あ、2週前ね、はい、2週前のやつを見てください。はい、はいはい、そしてまあ私の方が、そうですね、10月、30日、トモルをやります。水曜日です。6時、15分18時15分から、マテリアルショートムービータイムで、トモルの上映でございますので、まだ見てない方、ぜひご覧になってみてください。はい、ということで夢人情報でございました。はい、ということで、エンディングでございます。はい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 、まあまあまあ、10月半ば入ってきましたね。はい、まあ季節がやっとちょっと進んできたかなって感じなんで、そうですね、はいはい、なんでしょう、まあ、まだ暑い日もあったり、今不安定な感じだと思うんですけど、まあ、変わり目ってね、なかなかね、体調が変化しやすかったりするので、皆さんぜひ気をつけて、もうくれぐれも話すだけなんですね。バロットと食べ過ぎもなんかあんまり良くないですけど、先週紹介されてましたけど、大丈夫ですか、食べ過ぎじゃないですか。はい、で食べて、ね、もし赤ちゃんができたということでしたらこっちに連絡いただければ、はい、ちょっとこの頃で嫌やなバロット食べて赤ちゃんできました、妊娠しました、おーすごいって僕と中島校長と2人で喜ぶと思いますので、はい、もしそういうことがあったら、ご連絡いただければと思います。何の話ですかはい、ということで、今回はこれで終わりたいと思います。どうもありがとうございました。